おはようございます。おはようございます。ちょっとおかしくなった。はい。おかしくなっちゃった。ありがとうございます。ちょっと待って。これなんですけど。おやすみ。はい、これで始まりました。おはようございます。モークさん、みーちゃん、タイさん、ルルさん、シリマルさん、そして、はい、おはようございます。今日は雨でですね、ちょっとヘルメットかぶってるのは、まあ、雨が降ってるということで、本当は帽子かなんかかぶってもよかったんですけど、ちょっと、手持ちがなくて、雨の中でやっております。ケンタッキーさん、ミルクさん、はい、ですから、そうですね、こういう感じですね、雨の様子、ヒマラヤ水、あ、ごめんなさい、これちょっと止まっちゃってますけど、はい、ハンナさん、おはようございます、ヒマラヤ水の根元で、配信しております、ヘルメット放送みたいな、あ、急に終わっちゃった。あ、ごめんなさい。何かちょっと変ですね。ちょっと放送がやっぱり難しいですね。なかなか安定しない。アイスティーさん、おはようございます。なかなかちょっと、放送が難しい感じがします。どういうわけか、なかなか、安定しないですが、まあ、今のところ大丈夫です。勝也さん、はい。ゆうさん、おはようございます。音が出ない。ごめんなさい。いろいろと。はい、これで音が、出てます。すいません。ルルさん、昨日の日曜礼拝、お勉強になりました。心配や不安になることは、イエス様の邪魔をしてしまうことなんですね。そうですね。私たちが、ネガティブになるということは、それは、なんて言ったらいいでしょうかね。私たちがネガティブになるということは神様は喜ばないし、また、私たち自身が、神様の、そこから来る命を損ねてしまう。私たちがポジティブに信仰的であるならば、感謝を持ってですね、信仰的であるならば、私たちは、祝福を受けます。ですから、悪魔はですね、なんていう負の連鎖と言いましょうか、何かトラブルがあって、そして不信仰になってさらに枯れていく、そういう悪の負の連鎖があります。しかし私たちは、祝福の連鎖と言ったらいいでしょうか、喜びが増し加わる、感謝が増し加わる、信仰が増し加わる、そういう連鎖が必要なんです。それが、信仰的に燃えるということです。大石さん、おはようございます。これはすべてのクリスチャンの戦いです。すべてのクリスチャンが、その信仰にとどまって火を保つと言いましょうか、信仰の火を保つ、聖霊の火を保つ、それが霊的戦いです。ですから皆さん、前向きに積極的に信仰を保とうという決心、もうその不信仰になりたくない、負の連鎖になりたくない、愛の中にとどまろう、信仰にとどまろう、真理にとどまろう、イエス様にとどまろう、イエス様の言葉にとどまろうという、そういう決心が必要だと思います。誰でも試練があります。誰でも戦いがあります。私にも試練があり、私にも戦いがあります。しかしそれは、私たちの訓練でもあります。訓練がなければ成長しません。訓練がなければ、イエス様のように、変えられていかないのです。試練を喜ぶというのはそういうことですね。
試練は耐えられない試練はない、脱出の道が用意されているとありますから、私たちは、試練を喜び、その試練に打ち勝つことができます。あゆみさん、おはようございます。れいさん、太陽さん、アレリア、ジゼルさん、おはようございます。キツネさん、おはようございます。そうですね、雨はね、だんだん小降りになってくる予定ですね。いつも私、レーダーを見るんですね。雨雲レーダーですね。天気予報よりもですね、まあ、雨雲レーダーの方がなんか正確なんですね。雨雲レーダーですね。それでいつも様子を見ています。ピンポイント。ピンポイントで天気予報を見ています。それでは、今日は敬老の日ですね。敬老の日。聖書にもですね、白髪の人の前では、起立しなさいとかですね、白髪の人を敬いなさいという箇所があります。それはですね、神様を敬うということに通じるんですね。神様を敬うということと、白髪の人を敬うということと、親を敬うということもそうです。親を敬う、老人を敬う、それは神様を敬うということにつながります。ですから今日は祝日ですね。祝日で休みです。3連休ですね。はい、それではですね、今日のタイトル、罪の愚かさということですが、聖書ではですね、聖書では罪というのは愚かなんだ、罪というのは本当に、このなんて言ったらいいでしょうかね、愚かしいと言ったらいいでしょうか、馬鹿げてると言ったらいいでしょうか、罪の愚かさ、聖書は、それを、全ての人に伝えたいのです。全ての人は、罪というものがよくわからない、罪とは何かがわからない、その愚かな罪の中で生きている。人類は、その罪がわからないために、その愚かさに苦しんでいる、愚かさで苦しんでいるというのがこの世界の悲劇です。聖書はまず何を言っているでしょうか。聖書はですね、偶像崇拝の愚かさを言っています。はい、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。まず偶像崇拝の愚かさ、偶像崇拝っていうのは、神じゃないものを神として崇拝することですが、その愚かさとは何でしょうか。その愚かさというのは、神じゃないものは何の力もない。偶像にはどんなものがありますか。偶像というのは木で作ったり、石で作ったり、金属で作ったり、します。その人間が作った神、人間が作った神、木とか石とか金属とか、そういうもので作った神に力があるわけはありません。例えば人形に何の力もありません。人形はですね、息もしないし歩くこともしない。聖書ではそういう箇所があります。偶像は立つこともできない、歩くこともできないと書いてあります。そのような力のない神を拝み、その力のない死んでいると言ったらいいでしょうか。それを偶像と言います。偶像というのはね、形はあるけど中身がない、形はあるけど中身がないものを偶像と言います。
そしてそういう偶像 を神としたり、その偶像を価値あるものとする、それが偶像崇拝です。ですから、仏像をいくら拝んでも、観音像をいくら拝んでも、マリア像をいくら拝んでも、神社で拝んでも、仏教、お寺で拝んでも何の意味もない。むしろカリスマ的に言うとですね、その偶像の中に悪霊がいると考えます。つまり、偶像崇拝というのは、神じゃないものを拝んで何の力もないどころか、むしろ悪霊を拝み、悪魔を拝み、その悪霊と関わってしまう、悪霊と関わってしまう、それが偶像崇拝の愚かさです。日本以外にも偶像崇拝ってあるんですか？世界中にあります。世界中にあります。まあ、イエス様以外の宗教は、イエス様以外のものは全部偶像崇拝と言えるでしょう。また実はですね、この無神論の社会も結局偶像崇拝です。肉で生きるならそれが偶像崇拝だと書いてあります。むさぼり、むさぼりというのは肉的に求めること、それが偶像崇拝だと書いてあります。例えば、過食、食欲、食欲で食べて食べて食べて、まあ、まさにむさぼりですが、それは、食べること、食べ物が偶像になっている、食べることによって欲を満たそうとする、まあ、それも偶像崇拝です。お金儲け、お金を求めてギャンブルしたり、株をやったり FX やったり、それはお金が偶像で、多くの人はお金の偶像礼拝を持っています。それはお金に価値があると思っているんです。確かにお金には何らかの力はあります。物を買う力があります。しかし、お金そのものには何の力もないのです。お金は単なる道具です、ね、道具です。お金が何かですね、あたかもお金以上に力があるかのようにサタンは思わさせて、サタンはお金で人を誘惑するわけです。多くの人は騙されてるんです。お金に力があるんではありません。この現実の世界を支配し、お金も与えてくれる神様が神様であって、神様に力があるのではなく、お金に力があるのではありません。また、ごめんなさい、落ちてしまう。はい。欲に、ごめんなさい。ごめんなさい。ニコ生、いつも。すいません。はい、これでいいかな。多くの人は何かですね、意味のないこと、価値のないことをあたかも妄想してですね、一種の偶像崇拝、一種の妄想ですね、妄想。皆さんにもですね、何かこの偶像があると思います。いろんなですね、何かにとらわれること、とらわれることも、それは偶像です。例えば受験勉強も、受験が偶像です。つまり大学に 入ったら幸せになるんじゃないかとか、いい会社に入ったら幸せになるんじゃないかとか、いい結婚したら幸せになるんじゃないか、恋愛したら幸せになるんじゃないか、お金持ちになったら幸せになるんじゃないか、全部それは妄想ですね、妄想です。それは偶像崇拝です。この世は、偶像崇拝です。この世は間違った妄想で、妄想の社会です。
多くの人は、本当の幸せを知りません。多くの人は何か一つのことにとらわれて、その一つのことを求めて歩んでますが、大方失望します。失望します。偶像崇拝は必ず失望するんですね。偶像崇拝は必ず失望します。例えばですね、まだ他にも、愚かさがあります。例えば、不貧困。不貧困というのは、まあ、結婚以外の男女関係。それも愚かさがあります。たった一回の過ちで妊娠してしまう。たった一回の過ちで性病になってしまう。たった一回の過ちで、とんでもない泥沼の人間関係になってしまう。これも愚かさです。不貧困は愚かなんです。たった一回の失敗で、人生を棒に振ってしまうこともあるんです。ですから、不貧困という罪も愚かです。盗むという罪も愚かです。大学の教授が、100円ショップで、100円のものを万引きしました。そしてそれが見つかって警察に届けられました。その大学教授はその万引きしたことによって、クビになります。100円の万引きによって人生を棒に振ります。盗むという罪が愚かだと思いませんか。100円で人生を台無しにしてしまう。盗みは愚かです。ある人はですね、強盗してタクシーの運転手を、殺して強盗しました。そして数千円または数万円のお金を盗みました。その人は、数千円数万円のお金で人を殺し、長期の刑務所に入らなければなりません。数千円数万円のお金で人を殺すどころか、自分の人生の大きな時間を刑務所で過ごさなければなりません。皆さん、それは愚かだと思いませんか。愚かだと思いませんか。ある人はですね、あることで、まあ、例えば携帯をですね、電車の中でかけてる人を見かけました。その人は正義感で、携帯ね、かけてちゃダメじゃないかっていうのにちょっときつく言いました。そしたら逆ギレされてパンチを受けました。皆さん、一見正しいことをしたようかもしれないけど、その人を裁くという罪、ね、人に対して、責めるという罪で、逆切れされてパンチを受けます、ね。これも愚かだと思いませんか、ね。その確かに電車の中で携帯することは悪いことかもしれない。しかし、それはやり方があるのではないでしょうか。私たちは人を裁くことによって喧嘩して口論してかえって、もっと悪い状況になります。それはですね、愚かだと思います。罪というのは愚かなんです。まだたくさんあります。罪の愚かさ、そうですね、何があるでしょうか。まあ、子供が親に反発して、家出をしてしまう。これは、まあ、親に反抗するということですが、結局家出することによって、東京に出てきて、ヤクザに捕まって、そして風俗に売られてしまうという、そういう悲劇があります。親に反抗する、親に反発するということで、結局自分の人生を泥沼に陥ってしまいます。
まだたくさん罪の愚かさってたくさんあります。罪の愚かさ、まあ自殺も一つの愚かさです。死にたい気持ちはよくわかります。いろんな気持ちがあります。もう本当に苦しくて苦しくてしょうがありません。もうニッチもサッチもわからない、ニッチもサッチも、誰も理解してくれない。もう行き場がない。もう死ぬしかない。しかし、自殺というのはやはり愚かだと思います。その人は騙されて死んでしまいます。救いの道、救いの道、また、生きる本当の正しい道を、知らないがために、結局素晴らしい可能性を自分で捨ててしまう。サタンに騙されてネガティブになり、もう自分はやっていけないんだ、自分は生きてもしょうがないんだ、生きる価値がないんだ、生きてもしょうがない、そのようにサタンに騙されて、結局は自暴自棄になったり、リストカットしたり、また自殺したり、それはまさに、愚かさなんですね。愚かさです。それは、私たちは、自分の身近な人が死んだ時に、ああなんで相談してくれなかったの、なぜちょっと一言ね、話してほしかった、知らなくてもよかったのに、私たちは本当にそう思います。自殺する人は自殺する人の思いがあります。自殺された家族や友人はですね、本当に、そのことでもうがっかりします。もう本当に大きなダメージを受けます。生涯の重荷を背負ってしまいます。皆さん、罪というのは愚かだということを理解してください。私たちはその、自分の罪によって苦しみ、人の罪によって苦しみ、その罪の中でアップアップしているのが人間とも言えるでしょう。結局は、罪の報酬は死です。罪の報酬は死です。罪のゆえに私たちは死んでいく、罪のゆえに死んでいくという、それが人類の悲劇です。しかしそこに救いがあります。そこに救いがあります。私たちは罪の奴隷から解放された。罪の生き方ではなく、私たちは罪から解放され、偶像ではなく誠の神に仕える生き方、誠の神に仕える生き方ができるんだということです。はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ私はなんと、愚かな罪を犯してきた、ああなんと愚かな罪を犯してきたということが分かった証。罪というのはまさに自分の人生を壊し、人の人生を壊し、良いものを壊すという愚かな行為だということが分かった証。スタート。罪というのは社会を壊し、皆さん自爆テロを考えてください。自爆テロは自分たちはいいことしてると思ってるかもしれないけど愚かだと思いませんか。人を殺し、ね、何か物を壊し、恐れを、恐怖を呼び起こし、この間のですね、サウジアラビアのドローンによる攻撃、あれ愚かだと思いませんか。あれによってですね、世界の石油の 5% が産出ができなくなりました。罪って愚かだと思いませんか。ウニさん、罪を悔い改めます。ナオトさん、生きてることが愚かじゃないんですよ。生きてることが愚かじゃなくて、どう生きるかですね。どう生きるかということです。池本さん、私もたくさんの失礼をやってきました。
テロは愚かだと思いませんか？戦争も愚かだし、テロも愚かですよね。戦争も愚かだし、テロも愚かです。初詣は愚かな行為だと分かりました。初詣は愚かな行為だと分かりました。皆さん、本当ですよ。初詣、お盆、偶像崇拝は愚かですよ、皆さん。先祖に力がありますか？先祖を拝んで、先祖には私たちをに影響を与える力がありますか？死んだ人間が生きている人間を幸せにできますか？いえいえ。死んだ人間にはその力はありません。死んだ人間は生きている人間を幸せにすることはできません。みんな知っていると思います。マサさん、イエス様のおかげで子供たちが幸せです。イエス様のおかげで子供たちが幸せです。アメン。ももかさん、イエス様の愛で罪を悔い改めることができ、イエス様の前でなければ罪は許されないことも分かってきました。イエス様の愛で罪を悔い改めることができ、イエス様の前でなければ罪は許されないことも分かってきました。アメン。ウニさん、イエス様を信じ、ずっとサボっていた運動を始める意欲が湧きました。アメン。リーボンさん、イエス様はよみがえりました。イエス様がよみがえりました。ナオトさん、イエス様を信じたら太りました。イエス様を信じたら太りました。雨はまだ降ってます。雨降ってますが、まあ、小降りですね。小降りです。なんとか放送できてます。はい、もう証はないでしょうか。自殺は大きな罪だと分かりました。自殺は大きな罪だと分かりました。はい、それではファイナルメッセージいきましょう、ね、ファイナルメッセージ。ウニさん、願い事が少ないのでイエス様のお名前を心の中で叫んでいます。アメン。アイポンさん、おはようございます。
はい、私たちはですね、信じるまで、イエス様を信じるまで罪というのがよくわからない、わからないから罪を犯す、罪の愚かさがわからないから罪を犯す、そう言ってもいいでしょう。偶像崇拝の愚かさがわからないから偶像崇拝をする。不貧困の愚かさがわからないから不貧困をする。盗むことの愚かさがわからないから盗みをする。嘘をつくことの愚かさがわからないから嘘をつく。親を敬わない愚かさを知らないから親を敬わない。多くの人は、罪がわからないんですね。罪がわからないから罪を犯すのです。はい、石井さん、おはようございます。私たちは自分の罪というものを意識しなければなりません。私もです。自分の心をいつもチェックします。自分の心をチェックし、自分の中にもし罪があるならそれを悔い改めます。そしてそれを許してもらいます。もし罪がわからなければ悔い改めることができません。もし悔い改めないならば罪が残るのです。アイスティーさん、以前はギャンブル依存症でしたが今はもうやっていません。よかったですね、よかったですね。まゆちゃん、風俗行くなら悪霊が入ります。悪霊が入って、まゆちゃん自身がおかしくなりますし、家族にもおかしくなります。まゆちゃんの家族も、その風俗に行った悪霊によって、病気になったり、いろんなトラブルが起きます。まゆちゃんはその恐ろしさを知らないのです。その風俗に行く怖さを知らないのです。私たちは知っています。もし、例えばですね、インフルエンザの人に近づかないのは、インフルエンザがうつうからインフルエンザの人に近づきません。それと同じように、まゆちゃんがその風俗に近づくならば、その悪霊が入ることを知らないので風俗をやっているんです。それが分かったならばもう風俗行きません。それは怖いことなんですね。まゆちゃん本当におかしくなってる、そうでしょ。だとすればそれを悔い改めて、罪から離れなければ、ダメです。もし皆さん考えてください。例えばですね、万引きを続けたら、もう良くないってことはわかるでしょ。万引きを続けたらいずれ捕まるでしょう。万引きをすぐにやめる必要があります。罪はすぐにやめた方がいいのです。ね、まゆちゃん家族も揉め事が起きてる。それは罪のせいなんです。罪のせいによってそういうトラブルが起きるんです。ですから悔い改めて悪いことをやめれば、トラブルが減っていくんです。トラブルが減っていきます。あやぽんさん、アメリカ人は私に本当の愛が欲しいと言ってきました。無視しましょう、無視しましょう。イエス様を信じることだけを言ってですね、本当の愛が欲しいならイエス様を信じなさいと言って、もう縁を切りましょう、縁を切りましょう。足立さん、この前出来心でデリを呼んでしまいましたが、途中で我に返りデリ城に説教して返しました。もうね、呼ばないようにしましょう、ね、呼ばないようにしましょう。モンクさん、罪人の私をイエス様は温かい愛で受け入れてくださいました。常に悔い改めと反省をして祈っていたいです。罪人の私をイエス様は温かい愛で
受け入れてくださいました。常に悔い改めて反省をして祈っていきたいです。そうですね。そうです。ジャスターウエイさん、ハレリア。私たちは、いつも悔い改めて、悔い改めて清くなりましょう。清いというのはですね、信仰的に清いというのは、罪がないということなんですね。イエス様には全く罪がありません。イエス様には全く罪がありません。皆さん、罪がないということがいかに素晴らしいことか。罪がないということはいかに素晴らしいことか、私たちは知らなければなりません。罪によって汚れる。罪によって汚れる。皆さん、多くの人は知ってますよね。悪いことは良くないって分かるじゃないですか。悪いことは良くないって分かりながら罪を犯す、これが人間の罪なんですけど、悪いこととしてて罪を犯す、それはサタンに縛られてるからですね。罪に縛られ、サタンに縛られるからしてはいけないことをしてしまいます。ケンタッキーさん、ギャンブルがやめられません。まさにその通りです。その通りです。ケンタッキーさんだけではありません。すべての人が罪の奴隷です。その奴隷から解放してくださるのがイエス様です。ですから、ケンタッキーさんも、イエス様を信じれば、イエス様を信じれば、ギャンブルがやめられるようになります。本当です。なんでキリストは人としての性質を持ってるんですか？それは、私たちの模範となるためですね。私たちの模範になるためにイエス様は人として来てくれたんです。また十字架にかかるためですね。十字架にかかるためにイエス様は人として来てくれたんです。絶対ですかというのは、まゆちゃん、何が絶対でしょうか。何が絶対かな。はい、それでは招きをしましょう。ああ、罪が分かってきた。罪が愚かだということが分かってきた。今まで罪を犯してきたけど、これからは罪のない生き方をしたい。イエス・キリストって本当ですか？本当ですよ。罪というのは愚かだということが分かってきた。ああ、罪のない生き方をしたい。イエス様を信じて。あ、まゆちゃん、本当です。本当です。イエス様を信じれば、風俗やギャンブルやめられます。イエス・キリストを信じて、もう罪のない生き方、罪のない生き方をしたいと思う人、アメンと言ってください。イエス様を信じて、罪のない生き方をしたい。罪のない生き方をしたいという人、アメン。アメン。アメン。アメン、アメン、アメン。天のお父様、私たちはいろんな罪を犯してきました。許してください。そして今私たちは、清くなりたいのです。イエス様が罪のないお方です。私たちもイエス様のように、罪がなくなり清くなりたいのです。今アメンと言った方々、イエス様の血潮で清めてください。イエス様の血潮で清めてください。私たちは、嘘をつかないようになりたい、盗みをしないようになりたい、欲を求めるような、偶像崇拝をしたくない、お金に対する、むさぼりもなくしたい、無欲になりたい、金銭に無欲になり、あらゆる汚れ、むさぼりに無欲になりたいのです。私たちはイエス様だけを信じたいのです。
イエス様だけを愛し、イエス様だけに聞き従って清くなりたいのです。罪のない道、罪のない生き方をしたいのです。もう罪の愚かさはもうコリゴリです。罪の汚れはコリゴリです。あらゆる罪の汚れによって多くの人は苦しんでます。私たちも苦しんできました。もう罪の、愚かさはコリゴリです。これからは清く正しくイエス・キリストに会って清く正しく生きたい、清く正しく歩みたい。どうぞ私たちを導いて教えてください。罪のない生き方、清い生き方を教えてください。清い生き方を教えてください。私たちの心をあなたの血潮で清めてください。御言葉で清めてください。聖霊で清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、素晴らしい将来があります。素晴らしいイエス様の道があります。イエス様から学んで罪のない生き方をしましょう。素晴らしい、素晴らしい、可能性のある生き方をしましょう。私たちには、素晴らしい希望があるんです。皆さんには希望があります。しかし一つの希望です。一つの道です。イエス様以外に未来はないのです。イエス様以外皆さんが地獄に行ってほしくないのです。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。シャローム、シャローム、良い一日を。シャローム、シャローム。ありがとうございました。ありがとうございました。